商店に商店。今日のスタイルが変わって、私の大好きな石丸さんを改めて登場していただきます。こんばんは。似顔絵を描きながら歌う、そういうショーをパフォーマンスもする芸人さんなんですけど、今日は特別な贅沢を言って、一番歌手としての島田さんに、ゲストの島田さんに一緒に登場していただくことになりました。Thank you.
We are the sun.
こんにちは。あ、僕です。こんにちは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 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、せいず、お二人、ちょっとインタビューしたいんですけど、お名前はなかったな。私、チューさんという名前でやっております。はい。はい、こう、なんですかね。ファントマイムの人なんですか。ファントマイムとか手品とかを入れたショーをやってますが、はい、一応基本はファントマイムです。大道芸人って感じですかね。まあ大道芸でやることも、でもまあ大道芸もやりますけど、はい、大道芸人と呼ばれるような肩書きじゃないかなとは思うんですが、はい。じゃあお名前は。東京マットです。はい、東京マット。クランピエロです。大道芸人、はい、大道芸ではないんですが、はい、はい。お二人はお知り合いなんですか。そうです、はい、その通りです。なるほど。今日は藤丸さん仕切りでライブイベントがあったんですけど、はい、サプライズゲストっていう感じなんですかね。その通りだと思います。だから二人です。ポスターには出てませんでしたね。そうです。出演は二人サプライズです。はい、はい。藤丸さんとは長いんですか、お知り合いって。藤丸さんは長いっていうか、まあこちらの方の方が長いです。僕は彼女がピエロやってる頃からの知り合いです。だいぶ藤丸さんがピエロやってるって話、はい、知らなかったです。本当にね、本当にただのピエロっていうか、ピエロが似顔絵を描くピエロさん。あ、だから彼女はそこから移り変わる頃も知ってるんですよね。なるほど。はい、だからそれずっと見てて、やっぱね、彼女のね、この変わる時期をすごい知ってたのは、貴重だなと思いますけど。なるほど。はい、今日はアコーディオンと、まあ、歌とのゲストでございましたけど、普段どういうところで活動なさってるんですか。僕ら、僕たちですか。お二人一緒でやってるんですか。いいえ、別に全然。はい、はい、なんか普段活動してる場所とか。あ、もう本当に全国イベントとかに呼ばれていくという感じで、決まった場所ではやってないんですけど、まああちこちでやってるという。それはもうホールだったり、外のそのね、建物の前でやったりとか、まあいろんな本当にいろんな場所でやってますね。はい。だから基本的にね、大道芸って言って投げ銭を取るという形ではないんですね。イベントパフォーマーなんですけど。大道芸の人はやっぱすごいですね。はい、大道芸っていうのは投げ銭を取るために人をどうやってこう引き込むかっていうのは、すごいなと思いますけど、僕たちは30分で限られた中で気象点検をつけて、人をどうやって笑いっていうか、いろんな風に持っていくっていうのがあれなんで、ちょっと違うかもしれない。僕もたまにやりますけどね。やるんですか。やるんですけど、まあ真似事みたいなことをね。はい、そういうことなんです。僕は無理だな。はい、わかりました。今日はそれぞれサプライズゲストでしたけども、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもです。はい、失礼します。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、というわけで今日お客様が、お友達がいらっしゃって、はい、はい、ちょっと感想を聞かせていただければと思うんですけど、はい、お願いします。そう、ご紹介いただければ。はい、ね、カオルさん。カオルさん、はい、ハワイアンシンガー&アクエリ弾きです。とっても素敵な声を持っている方です。私ね、カオルさんに歌をちゃんとやった方がいいよって言っていただいて、それでちゃんとライブやるようになったんで、本当それまでは営業で仕事でしか歌ってなかったもん。でも私もチラシ作ったりして自分でやってるんだよって言って、藤丸さんもやった方がいいよって言われたんですよ、ライブ前に。それで私やり始めたんです。そんなとんでもない、そんなとんでもない。本人忘れてるみたいです。酔っ払って勢いで、藤丸さんには素晴らしいパフォーマーにそんな、ことを言ってしまった。ハワイアンをやっているカオルと申します。でも今日は藤丸さんプロデュースなのかな、船島島さんと千佳子さんプロデュースの素晴らしいね、一瞬たりともね、日常に戻ることのないような夢のような世界を楽しみました。もう私たちお酒もいっぱい進んじゃってね、準備も進んじゃって、こんな夜がね、ワインガンガン飲んでますね。こんな夜が電都市線炎上にね、あるなんて本当にありがたいことだと思います。藤丸さんの歌を、こうやってちゃんとフルで聴けたのは結構初めてだったので、書きながら歌ってるみたいなね。そうあれもね、かっこいいんだけど、今日は赤いサテンのドレスに身を包んで
そうですね、ドレスアップしてましたね。あ、途中メイドですよ、間違いない。メイド、私のメイドでございます。なんかすごい良かったです。あの本当にかっこよかったし、女っぷりも良かったし、女っぷり良かった。うわ、それ嬉しいな。本当はおっさんなんですよ。それからなんだっけ、パントマイマーの方とかね、クラウンとか、もうあのまさかね、ここまでね、なんか本当にね、むちゃくちゃ無理言って飲み屋で本当に来てもらったの。そうなんだ。もうスーパープロの。そうなんだけど、なんていうのかな、ほらマスコミュニケーションの反対のパーソナルコミュニケーションみたいなのが実はすごい大事になってくるんじゃないかと思って。だからなんかもう価値観が3月11日以降ガラッて変わっちゃったんだよね、多分。まあ、そこでほらなんかこんな楽しいことやっていいのかなって思ったりもするんだけど、同時にすごい楽しいことをやりたいんで、だから音響もない、照明も消しちゃってるみたいな、そういう一見地味なこと、そこにものすごい楽しいことがあるんじゃないかなと思ってました。私はあの311からに関しては音楽を止めてはいけないっていうふうにすごく思っていて、どんな形であってもいいから、あのそれは自分たちのためだけじゃなくて、音楽を止めてはいけないっていうふうに思っているので、なんか今日とかは幸せな気持ちで、うん、あの過ごしました。ありがとうございます。なんかあの普段はそうですね、そうです、今日はあのアコーディオンを弾いていた伊藤千佳子さんと、私もう一人男性のギタリストと一緒にカオルアというバンドをやっています。はい、ハワイの曲とか日本の、私はウクレレとボーカルですね。であの日本の叙情歌とか、主にハワイの曲、それからアイルランドの曲、いろんな歌を、やっています。はい、名前がバンド名カオルアと言います。カオルア、はい、私が、のアーティスト名がカオルというんですけれども、はい、それにつけたカオルアですね。わかりました。はい、それはホームページとかありますか？あります。カオルアで検索してくれば出ますし、6月の26日に横浜の、レイハレというハワイアン系ライブハウスでライブがあります。はい、わかりました。興味のある方ぜひ。はい、はい、ぜひ出してください。じゃあ、はい、今日 の、 あのメインの方を紹介してもらいます。はい、素晴らしい美しいアコーディオニスト伊藤千佳子。こんにちは。こんばんは。こんばんは。だいぶ緊張なってみたいなんですけど。でもなんか私伊藤千佳子ライブみたいな風にやったんですけれども、はい、でもなんか、すごくいい感じの脇役で出れたような気がして、とっても嬉しいです。はい、あの今日みたいなライブっていうのは多いですか？今日みたいな、まあ、こんなの、ああ、こういう生声でって感じです。皆さん食事しながらっていうライブっていうのはそうそんなにこう頻繁にある感じはしないですけど、例えばこういう場所で、はい、あのマイクを使わずにっていう演奏はよくします。あ、本当ですか？逆になんかその方が好きで、そういう場所でどんどんやりたいなって思ってるんですけど、はい、やっぱりなんかあの楽器と歌とか楽器とまた違う楽器っていう音量差が出てしまって、でそれをあの境目をこうなくすことでマイクを使ったりすることはあるんですけれども、でも本当は何も使わないのが好きで、今日はなんていうの、あのマイクには通らないすごくいい音が伝えられたかなって思って嬉しかったです。どうですか今日は？今日の出来はどうだったんですか？今日はね、はい、いろんな試みをしちゃったんだよね。そうですね、結構盛りだくさんでしょう。うん、ちょっとせっかくここのお店って独特の雰囲気だし、昼間カフェで夜は普段やってないから、はい、色がついてないんですよ、このお店自体に。はい、だからあ、これはちょっとした昔の衝撃だみたいな、うん、面白い空間、ちょっと非日常的な空間ができるんじゃないかと思って、であえてパントマイマーとかクラウンとかを
出てみて。そうですね。そういうのもそうですし、何の前触れもなく急にスタッフの人が歌い出す的な。そうそう。あれ初めてですよ。そうなんかあれって私が見たかったものがすごく。見てもらえたんじゃないかな。逆に私はお客さんで見たかった映像で改めてゆっくり見てもらって、はい、もっとそれこそ音楽って身近にあっていいと思うんですよね、今日のお店見てもらって分かったと思うんですけど、はい、いろんな人が歌い出しちゃうんですよね途中で、ね、うん、ちょっと途中で言いましたけど歌声聞きした方がそう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 、だからもっと日常的にカラオケボックスとかじゃなくて歌う人がいっぱいいたし、うちのおばあちゃんなんかも歌歌いながら洗濯物干してたし、近所にそんな声が漏れてたしね、そういうのがもっと日常に戻ってきたらいいなっていう思いもありますよね、うん、なんかマイクがないとそれがやりやすいね、ある時よりもなんか、そうだね、うん、すごく近くに踏み込むっていうと変だけど近づいていけるっていうのかな、今日は結果はまだ、まだいろいろ改善点はありますけど、とりあえず、今日はこれでよかったかな。次回の予定がもう決まってて、はい、7月30日土曜日に今度は私とギタリストの服部浩二君という人と2人でジャズライブをやります。なるほど、いろいろ盛りだくさんになる可能性も、どうかな、今度はいろんな社会問題とかをいっぱい喋るかもかなり私社会派ですのでわかりました、はい、それも楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。はい、どうも。こんにちは。どうも。地元でございます。はい、地元でございます。偶然通りがかって興味を見つけてライブに来たというお客さん。ですね。いいですね。なんかちょっとそこにパンフがあったんで、赤いパンフが気にかかったんですよ。ぐらいの感じですかね。本当に偶然そのポスターを見て入ってみようかなっていう。あ、そうですね。オルガンってか、ごめんなさい、オルガンじゃなくてアコーディオンっていうのも。あまりないというところだったのかなぐらいの感じですね。はい、どうでしょう感想は。いいですね。アコーディオンいいです。また定期的になると思うので、はい、またぜひぜひ来たいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、天使さんをご紹介したいと思うんですけど、カレビアンのマスターでーす。はい、どうもこんにちは。あら、すごいテンション上がりますね。いや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 、ありがたいですね。いやいや、とんでもございませんです。はいはいはい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。カフェビアンの水谷俊幸と申します。よろしくお願いいたします。今日は、まあ、イベントが無事終了したわけなんですけど、はい、はい、こういうイベントは今日2回目だった。そうですね、桜小路藤丸さんのおかげで、なんとかもう本当に盛り上がって大変嬉しく思っております。はい、普段は喫茶店として昼間営業だったんですよね。そうなんです、昼間だけ、まあ、喫茶店としてやっていて、夜はもう早々に退散しちゃって閉めちゃうんですけどね。もう働きたくないんですよ本当に。で、6時頃に閉めちゃう。そうなんです、もう5時半頃になってお客さんがいないともうすぐ閉めちゃうそうなんです。アナウィンのメインストリートじゃないですか。いや、もうでもね、働きたくないんですよ本当にもうただまあ、藤丸さんのおかげで、はい、夜を無駄なくお店を使えるという、はい、そういう意味では非常に助かっておりますね。ただ7月30日にありますからね、はい、あんた定期的にやっていく感じで。あんまり頻繁になるとね、体力的に厳しいからね。いや、もう藤丸さんオンリーでもう助けていただいて。何をおっしゃいますか。カフェビアン救済公演ですよね。もうカフェビアン救済公演。何を言ってるんですか。いや、ね、本当素敵なねカフェなんですよ。ぜひね、あざみ野からカフェビアンがなくなったらすごく私も寂しいので、なんとかファンの人もいっぱいいるから。街の喫茶店じゃないですか。そう、だからそれこそね、スターバックスオニャレのコーヒーとかね、どこどこどこのコーヒーとかね、いろいろそんなバカになっちゃうから。チェーン店ばっかりでどこの駅も一緒じゃないかみたいな。街のやつがね、風景よりはやっぱり。でも偏屈な親父のやってる店ですのでね、コーヒー屋のくせに
子供さんも入れないし、でもうるさいお客さんとか酔っ払いは追い出しちゃうしね。最近はちょっと丸くなってきましたけども、相変わらず子供さんを、ね、入れないっていうあのお店ですからね、ちょっとあの他のお客様にはご迷惑かけてるかなっていうふうに思ってますけどね、やっぱり静かな空間を確保したいっていうのはあるんですか？居心地のいい空間、その、まあ、それはコンセプトとして持ってますね。もう26年やってますけども、それだけは、なくさないようにしようかなと思ってますけどね。ちょっと真面目に答えすぎ真面目に答えすぎちゃった。いやいや、私普段かっこいいのに今日妙にサービスして三の線になってるけど大丈夫なんですか？もともと三の線なんですよ。ちょっと店の入り口っていうのは入りづらい入り口じゃないですか。だけどもカウンターに入ってくると演芸場になっちゃうんですよ。ですから皆さん、カウンターに座ってお話ししていくと、もうお店の最初の雰囲気とは違うっていう演芸場の雰囲気になっちゃうんですね。マスターと喋りたくて来るお客さんがいるんですね。あの年配のお客様多いですね。そういう意味ではね、近所の常連の人が多いって感じ。そうですね。とりあえず普段はなんか昼間は喫茶店として、はい、やってます。こういうイベントもある。そうです。はい。僕はアザビノは初めてこう街を散策したので、あ、そうですか。ぜひこういう新しいこうお店を紹介して、もうどんどん紹介して少し活気を つけないといけません。お店自体もね。お友達のお店もぜひご紹介いただければ。あ、紹介したいと思います。ぜひぜひ。機会がありましたらぜひ。アザビノエリア開拓として。そうですよね。はい、承知しました。ネルドリップでコーヒー、もうコーヒーはネルドリップで引き立て入れたてが一番美味しいので、ぜひコーヒーを飲みに来ていただく方にはそれを楽しんでいただければ思っていますね。有田焼の器で入れますので、はい、ぜひぜひ一度来ていただければ。ありがとうございます。初のアザミナのお店紹介でした。PR なんですね。そうなんですか。そうなんですよ。これは絶対あれですね。大々的に PR していただかないと。私から三軒茶屋に住んでまして、ね、はい、あっちからこう中心に攻めてきて、アザミナの前なかなか知り上げなかったもん。なるほどなるほど。もうぜひ、もう大々 PR しておいていただかないと。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.